爆破予告はペールバールーチョによる警察小説である。イエン選手人警部は警視総監から直々にある企業への脅迫事件を捜査するように命令を受けた。この企業は国内の出版事業をほぼ独占し、新聞、出版、印刷、製紙業に至るまでを要しており、政府内へも影響力を持っていた。この企業に 本社ビルを爆破するという脅迫状が届き、イエンセン警部が会長、社長、専務取締役と協議した結果、爆破予告時刻の前にビル内の従業員を避難訓練という名目で屋外へ避難させた。結局、爆発は起こらなかったが、イエンセン警部は1週間の期間での犯人検挙を命じられ、捜査を開始した。 企業内部への自由な出入りを許可されての捜査であったが、妙に閉鎖的な社内からは、目星い結果は得られず、30階建てのこのビルに31階と呼ばれる謎の部署があるらしいことが分かった。一方で脅迫状に使用されていた特殊な紙は、この企業が貢献のあった社員へ退職時に渡す感謝状に使用しているものと同一の紙であることが判明した。 イエンセン警部はこの用紙で作成された感謝状を受け取った退職した社員を訪ね始めた。ありがとうございます。